はい、おはようございます。今日は7月27日月曜日、朝5時50分です。今日は、先週名古屋から名古屋で積んできた荷物ですね、栃木県、大山市まで持っていきます。お疲れ様です。今8時ちょうど、まあ、小山市の納品場所のすぐ近くまで来ました。9時納品なのでまだだいぶ日があるんですけど、2台口なのでもう1台と連絡を取って一緒に入らないといけないですね。まあ、8時半には連絡するということを言ってあるので、もうちょっと待ってから、電話してみたいと思います。お疲れ様です。小山市が完了しました。フォークリフトで自分で降ろしました。リストがね、普段使ってないやつで、ちょっとやりにくかったです。それでなくてもフォーク操作上手じゃないから、まあ無事商品を壊すこともなく終わってよかったです。この後は板橋集荷の当日川口行きます。板橋が2次集荷です。とりあえず4号バイパスを登って行きます。はい、ではよろしく。
はい、お疲れ様です。ただいま12時ちょうど、引き取り先のすぐ近くまで来ました。2次集荷なんで、で担当者立ち会いということで、あ、2時間ぐらい時間あるので、ここでちょっと休んで時間を待っていたいと思います。お疲れ様です。ただいま15時、ちょうど3時ちょうどです。板橋で引き取って担当者が横乗りだったから動画撮れませんでした。それで今川口で納品が完了しました。次は宇都宮へ行きます。宇都宮明日の朝8時引き取りなので、これから宇都宮に向かって向こうで泊まりです。イエーイ。まだどこで泊まるか考えてないけど、とりあえず向こうに向かって走ります。はい、担当者が横乗りすることはないんだけど、乗せていかないと下ろしが大変だなと思ってね。その担当者がなんかその下ろす場所の人間なんですよね。だから その人が来ないと下ろせないので、待ってんのめんどくさいから一緒に乗せたっていうわけです。まあ、本人が乗せてくれっていうんでね、その方が早いよっていうからそういうことで乗せました。まあ、なかなかそういうことはないんだけど、今回はそういうことです。はい、今回宇都宮で泊まりになるんだけど、地場で泊まりになる場合は食費補助3000円出ます。嬉しいですね。これ現金で後から精算してもらいます。ということで泊まりは嬉しいです。今時刻17時40分宇都宮市内のコンビニです。ここで休息しようと思います。起こされなければいいなと思ってるんですけどね
的地はここから1キロということで、明日8時だから、まあ、7時半に出ても大余裕で着くからいいかなと思います。まあね、朝だからちょっとは渋滞するかもしれないし、ね、まあ、7時半に出れば十分だと思います、ね、ということで、とりあえず今日は終わります。晩ご飯を買ってこようかと思います。はい、はい、晩ご飯です。メインファミマのカレー、サラダ、ジュース、アルコールゼロ、炭酸飲料です。まあ、あと足りなかったらこれ食べようかなと。トマトなんとかなんとかタンメン。はい、こんな感じです。はい、お疲れ様でした。